皆さんこんにちは。それではですね、今日は就職活動と弁理士資格って話でお話をしたいと思っております。でこれ聞いてる方、いろんな方いらっしゃると思うんですね。一つは、これから学生で初めて就活をするっていう方ね、一番最初の就活は極めて重要です。で自分も前行った会社で前職があったんで今があるんだって言っても過言ではないので、最初の就活は一番やっぱ重要ですよね。でこれで聞いてる方もいらっしゃるでしょう。あとは、第二新卒って方もいらっしゃいますよね。第二新卒、あるいは、いわゆるキャリア採用って言いますよね。こういう方がいたりとか、あとはシニア採用としてもいらっしゃいますよね。こういう方に対して、実は資格、特に弁理士って魅力あるんだよってことを少し喋ろうかなと思っています。まずはね、大学生なんですけど、大学生どうかな。まず大学生に対して言うならば、これ全く啓蒙活動してないんですね。特に大学これ全くやっていないですよ。私は工学部でした。だからこれ聞いたことあるかというと、全く知りませんでした。どういう資格をやるのかな、知りませんでしたよ。勧められたのが公務員か司法試験で、これを今勧められましたよ。でずっとやっていたわけ、ね、でこういう資格は全く知りませんでしたよ。一体何かってことすら分からなかった。だけど公務員になった、結構友達いますよ。私の学校は公務員になった人が結構いるので、45人クラスで38人が公務員だったかな。ないしはみなし公務員なんですよ。今みんなどうなってるかというと、大体はほぼシニアっていうのかな、少し今ちょっと会社から外れてしまってって方が結構いらっしゃって、そうなっちゃってるっていうのは一般的ですかね。でも資格を持ってるとそうではないってことになるかと思うんだよね。で大学生でもしこの資格を知っていたならば、私はどうしたんでしょうと思ったことがあるわけね。知りませんでしたん でまずは理系だったら私はどうしたかな。理系でまずは普通だったら研究職に行ってって考えるではないですか。でも研究職ってご存知のように限界ってありますよね。だいたい30を過ぎちゃうとなかなかできないってこともないかな。でその後何をやるの。管理職になるんでしょ。管理をするっていう立場が慣れていますかというとどうなんでしょう。やはりずっと研究してきたんでしょう。でもこの研究成果をずっと生かしながら何かをするって話になると、多分これなんだよね、ベルシーで。さらに言うならば管理もできるって話が出てくるんで、理系だったらこれを取るだろうな、まず間違いなく。理系だったら、ね、まずは研究所に行ってもいいかもしれないけど、限界絶対来ますから、そうなるとまずはこれを取るかなと思うんですよ。で私みたいな文系の場合、普通は司法試験か公務員かってことになるかと思うんだけど、でもどうでしょうね。公務員は、最後に勤めるといいっていう感じがします。でも毎日毎日つまんないことの多分繰り返しかなっていう感じもしなくはないんだよね。それが私嫌だったんで公務員にならなかったんですよ。たくさんたくさん友達行きました。でも行かなかったんだよね。じゃあ司法試験どうですかってことだけど、ハードルがまず高いよね、結構。でさらに今試験が予備試験があったりとか、ないしは昔と違って今法科大学に行かないとなれないわけでしょ。だけど相当お金かかりますよね。かかった上のパイがペイができるかっていうと難しいってことになりませんかね。やって悪くはない、受かればっていう前提です。だけどなかなか難しいよね。じゃあ弁理士はどうですかっていうと、これ別に学歴関係全くないもんね。中卒だろうが高卒だろうが大卒だろうが、一応均等で受けることは可能ですよね、そういった意味では。じゃあ就活があるかっていうと実はあるんだよね。特に、さっき言った、前に言った、コンサルティングの中の一番はブランディング系ですね。でこれ多分知らないと思うんですよ。こういうこと聞いたことは多分ないと思うのね。でデザインを使ってどう仕事を展開するか、ないしはネーミングを使ってどういう仕事で展開するか、ゲーム会社っていうのか、ゲーム会社っていうところはこういうのを一生懸命やっていますよ。商標権でサーチとか潰しとかってずっとやっていたりするのね。また著作権も同様やっていますよ。でもこれってやっぱ司法試験ではやらないんだよね。できたらこれでやるわけですよ。メリシでやるって話が出てくるんで、新卒だったらこれをやるかなと思うんですよ。となると行くところが多分法務か知財部ってところになるので、我々管理部門に行くってことになると思うんですね。結構楽しいですよ、行くと。ただ自分だけではこれもちろんブランディングってできないのね。コンサルもできないんですよ。じゃあどういうチームがいるかっていうと、絶対チームがいるわけね。まずはいわゆるプランナーとして言います。
ランナー話を作るんだよね。であともちろんデザイナーがいます。デザイナーがいます。います。そして最後が公的担保を与える方がいる。でこれがセットになって大きい仕事ってやるわけですよ。で単純にこれこのコンサルやりたくってこれだけでできるかっていうとできないんだよね。やっぱ資格持った上でこれもこれもできるようになると本当にすごいって話が出てくる。これが修士試験以上でしょ、もしできればってことだよね。じゃあこれを聞いてる方の中で大学生ではないと、もう第二新卒ないしはミドルあるいはシニアないしは経験した採用って話になるとどうでしょうね、やっぱ持ってるかどうか違いますよ。今あの事務所系はどっちかというとあの就職が極めてあのしやすい状況になっている。だって結構今仕事ってあるではないですか。当然事務所も同様だった話になるわけね。で通常の会社の違って従来結構あります、仕事っていう面においては。であるならば取ってどうですかね。基本的にあれがないですよね。定年がない。一番は定年がないんですよ。何歳まで働いても良いんだね。自分で定年を決めるわけです。そういった意味ではやっぱし持って資格を取って活動するって話になるとシニア世代ね、ないしは経験世代でこういう方っていいんではないかなって思っています。でやる仕事も結構こういうことをやってきたでしょ。会社でプランニング、あるいは部下の管理、ないしは法的担保、まあ、どれかやってきたと思うんですよ。これうまく使ってやると結構仕事って広がっていくのかなって思っています。まあ、それをねぜひやるためには受かってもらいたいなって思ってるんですね。で新しい人材求めてますんでたくさんの方に、まあ、ご来校していただいて試験に受かってもらいたいと思っております。